何を書いたありますか。これ、平尾台自然のふるさと。ここへ。公園。ここは、みんな大体ここに泊まって見る、桜とか。ここメインスポット。メインスポット。さっき行ったところは穴場。穴場。あんまり人が来ない。OK。枯れてる。そう、お花が散った。ここもスポット。ここもスポット。Yes。ちなみに今流れてる曲はアナーキーです。アナーキー。ジャパニーズラッパー。ああ。ちょっとそのところについて説明してもらえますか。なぜこんなに岩が多いのか。大きい声で。大きい声で。お願いします。これ
石、これね、鍾乳洞があるからね、こうやってボコボコ出てんだよ。ちょっと優しい言葉に使って、分かる言葉、優しい言葉、ああ優しい言葉使って、あ、見て見て、ほら、あそこピクニックね、ああ、オッケー、ピクニック、おばあちゃん、そう、おじいちゃんおばあちゃんピクニック、これ、鍾乳洞、鍾乳洞、イエス、オッケー、ニョキニョキ、オッケー、前から車来たよ、危ない、危ない、ところについてちょっと説明、どんなところを、どんなところ、気持ちが、今日は気持ちがどう、今日は曇りやけどちょうどいいぐらいの天気だね、暑すぎずちょっと肌寒いぐらい、まずは、自分の紹介、自己紹介から始めます、オーケー、ひなです、運転させてもらってます、あの後ろは誰、後ろは34歳、ミカと、どうぞ、赤ちゃんのケンバブです。隣に乗ってるのはジネスです。今日は4人で平尾台に来ました。見てほら、桜も綺麗ね、桜です、まだ満開じゃないけどね、おね、こうやって人が運転してきようち分かっとって曲がってきちゃうからね、こういう大人にはならないように、ならないように、イエス、これ菜の花、黄色いの菜の花、イエロー、ああ菜の花、それはネパールでトリ、トリ、トリ、トリプル、トリプル、チョチョ、チョチョ、バタフライ、バタフライ、あれ、あれは3匹の子豚の家、これ長男の家、長男、長男、今はどこに行きますか、今からご飯を食べに行きたいと思います、それからご飯を食べた後は小倉城に行って桜を見に行きます、3歳の子供、これ飲んで飲んで、3歳の子供と見える、